それではですね、アンリミテッドのミコト編のね、エンドを目指してですね、最後、対戦よろしくお願いします。ミコトですよ。ついにこのね、ナメ太郎ことね、ミコトくんのね、エンディングをね、迎えていきたいと思います。性別が変わったんですよね、この世界線に来てね。はい、この辺のことはもう散々見てるので、サクサク飛ばしながら、はい、メリークリスマススキップしてなかったからクリスマス聞けたんで、スキップします。多分ね、ここでね、有効エンドに行くんですよね、この分岐で。ちょっと俺これ分岐セーブしてたよね、ちょっと待って。してないとね、いけなくなる。多分してるな、ここだ。うん、OK、OK、大丈夫だと思います。これはだから、このまま帰ればいいんですよね。帰らないにすると有効エンドに行っちゃうんで、帰ろう。で、来たんじゃないこれ。ミコトからのね、ブーツ。タケル。はい。タケルに渡したいものがあって来た。なんだろう、花かな。これだ。ああ、そうか、チョップくんか。私が調べたところによると、この人形はかのチョップくんであることが判明した。はいはい。あとはそなたが考えるがよい。ただ私が持っているべきではないと判断したまでだ。そなたに譲る。その人形の意味がわからぬほど愚かではない。ではな。さて、はい、次の方どうぞ。はい、何持ってきましたか。大変です、大変ですよ。こんな大切なものをもらえませんよ。これなんです。妻がここに行ったかな、もしかして。あー、はい、はい、どうぞ。そういうことだと思うから、タケルさんにあげます。確かに渡しましたからね。渡しましたよ。誰ですか。どうぞどうぞ。こっから花を持ってくるわけだ。あげようと思って。セントポーリア、タマちゃんの。これは白金のもの。もらえない。白金のだから。花言葉。小さな。自分で調べろ。こうやって続々とタケル向けのね、プレゼントが集まってくる。ちょうどよかった。あなたは どなたの剣か。何が。探すってほどじゃないわよ。ここが最初だし。これあげる。だから何よ。ええ、あなたのだもの。紙切れ。はい、アエミネの一緒にお昼食べる券だね。そんなことするの
人しかいないでしょ。私もやりました。私が持っていても使わないからあげる。多分そういうものだと思うし。そんなの決まってるじゃない。確かに渡したわよ。じゃあね。お昼を一緒に食べるけん。全部俺の手元に来る。もうこの世界線でこれも最後だ。頑張ろう。はい。みんな俺のことが好きなんですよ。もう分かってんだろ。僕だって女の子だからね。女の子になっちゃったもんね、ミコト。ちゃんと最後まで見ててくれますか、トモちゃん。今度一緒にお昼食べて。こいつらなんか2人セットってなんかえらいモブ扱いでかわいそうやねんけどな。そなたの命私にくれ。うん。私が持っていても使わないからあげる。多分そういうものだと思うし。そういうことだと思うから、タケルさんにあげます。白金のだから。そなたに譲る。その人形の意味がわからぬほど愚かではない。うん、ミコトですよ、ミコト。ミコトのとこ行こう。もうミコトのとこ早く行こう。その靴をミコトがくれた。一番実用的なもんくれた。よかったら僕のベルトキットと交換してあげようか。いいのか。タケルってそういうのは不器用そうだしね。任せておくと心配だから。へいへい。なんだよ、急に開けてた。だって今トラップを発動させそうになったから。よく見てたぞ。ほら見える？そこ細いワイヤーが。あれあれれ、ん、どうした。え、ねえん？怒らないよね。何を？怒ってる？で、何をした？落としちゃった。水筒落としてたな。何を？ベルトキット。水筒というか、そのいろいろ入ってるやつな、うん。靴をもらったので、ミコトを探しに行きますよ。どこにいるんだ？あれ、タケル？あ、ハンガーでミコトといたしますか、これ。ミコトはちょっとテンション上がるわ。よし、頑張ろう。僕を探してたの？そうだよ。吹雪の様子でも見に来たのか。行き先はどこでもよかったんだ。かっこいいことを言うな。頭大丈夫か。ちょっと歩きたかっただけだから。相変わらず俺の言葉に反応なしですか。まあでも巫女に比べれば十分だけどさ。あいつ本当に人の話聞いてないかな。歩きたい気分だっただけなんだから。なんでタケルが来るの。なんだ、迷惑だったのかよ。タケルは何も分かってない。何言ってんだよ。僕のこと何も分かってないよね。分かるも何もそんだけで分かるかよ。ちゃんと説明しろよ。いいよ別に。よくねえよ。タケルこそ何してるわけ。いや、お前探してたんだ。聞いてないけど。さっき言った。そうだっけ。そうだ。でもどうして。ミコト、ミコト、なかなか尊いな。
いやちょっと話でもしようと思ってさ。まあいいか。いいけど。あ、さっきプレゼント交換したでしょ。あれなんだけどさ。え？なんか全部俺んとこに来ちまったんだよね。え？刀のつばとか手作り人形とか、お昼一緒に食べてあげるけんとか、セントポリアの鉢植えとか。そうなんだ。みんなして適当な理由つけて、俺が持ってた方がいいとか、俺のだとか言ってさ。ならきっとそうなんだよ。プレゼント交換の意味が分かってなかったんじゃないのか。本当にそう思う？ん？どうしてタケルのために選んだんだって思わないの？またそういうくだりね。そんなのうぬぼれもいいところだろう。本当のことでも？本当って？もう気がついてるんじゃないの？みんなの気持ち。けど、そっか。みんながタケルのところに行ったなら、僕のもちゃんと届いたんだね。それはちょっと違うぞ。え？お前の靴なら俺が自分で選んだんだ。どうして僕だってわかるの？消去法っていうのもあるけど、そういうの一番気がつくのは巫女だと思うから。サイズ俺に合わせて他のやつのとこに行ったらどうするつもりだったんだ。誰かがタケルに届けてくれたよ。いやいや、そうじゃなくて。他にどうすればいいかわからなかったんだよ。いいこと。多分みんなもそうだと思う。タケル嬉しくなかったの？みんながタケルのためにプレゼントを選んでて。いや、嬉しかったし、驚きもしたし、呆れもしたよ。なんかタケルにしては結構冷静だったんだ。どういう意味だ？興味がないからかな。みんなそんな素振り見せなかったからだよ。いや、まだ驚きから覚めてないだけかもしれないけど、そういう風に考えられなかった。そういう風っていうこので恋愛的な話なんだよね、これも。後からやってきた人間だったしさ、それで遠慮してるとかってわけじゃないけど。ないけど。最初はすげえ足も引っ張ってし、そういうのがあったから、今度のことで俺もちゃんと仲間として認められたのかなって思ったんだ。俺を意識してプレゼント選んでくれたんなら、無茶してくれるよな。俺に渡るかなんかわかんないのによ。そんな理由だと思うの？そんな理由でみんなが選んだと思うの？怒ってますね。なんだよ。タケルがそういう態度だからだよ。なんだよそれ。プレゼントになら願いを込めたよ。タケルのところに行くようにって。それでも誰か別の人のところに行ったなら、それは仕方のないことだもん。みんなだってそう思って願って選んだんじゃないのかな。それをタケルは迷惑みたいに言うの？ちょっと困りましたねそんな風に言ってないだろう。ただ分かんなかったんだから。分かろうとしなかっただけじゃないのひとくん、まだシャワー浴びてない。もう委員長ですらシャワー浴びたのに。風呂中から治ったの機械壊しただけど。どういう意味だよ。みんなの気持ちが誰に向いてるか考えたことないよね。そういうこと意識した？プレゼントの意味本当に真面目に考えた？みこと可愛いわ。悪かった、壊れてんねや。もうダメじゃん。紙切れだけなんでがっかりしたろ。どうして知ってるの？言っただろ、みんなが俺に届けに来たって。それで来なかったのお前だけだ。ああ、そうか。消去法でお前ってことね。だから悪かった、俺は何も考えないでプレゼント入れんだし、そんでもってそれがあれだしな。わ、悪かったよ。欲しかったんだよ、タケルのプレゼント。欲しかった。泣きそうになることねえだろ。だからタケルは分かってないんだよ。僕、欲しかったんだから。僕、悪かった。気持ちはよく分かったからさ、俺のプレゼント言った相手も分かってたし。だから僕を探したの？そういうことだよ。俺だって全く考えなかったわけじゃない。本当に？今日になってみるまで全然だったな。美琴の言う通りだと思う。今日になってみるまで全然なくせにな。今からいたすからな、こいつ。
余裕がなかったなんて言い訳かもしんねえけど、そういうの意識してなかった。そっか、それがお前を傷つけたっていうのは悪いと思うし、なんか俺も言ってえんだよタケル。そんなつもりなかったけど悪かった。沈黙。じい、パクッコ言うな。なんで泣きそうになってんだ。僕だってわからないよ。ちゅうか、なんで起きてんだ。俺にわかるわけもないな。分かってよ。無茶言うな。悪かった。とにかくな、俺だって気になってたからここに来たんです。さ、嘘だ。こんな時に嘘でごまかしたりしねえよ。本当は？本当だって。だからその恥ずかしそうにうつむくのをやめろ。普通に話してる分には平気になったけど、そのまさしく女の子の反応だけはやめてくれ。まともに顔を合わせられなくなるじゃねえか。やっぱり嘘だったんだ。これは違うて。やっぱり僕のこと嫌いなんだ。そうじゃなくて。嫌いなんだ。絶妙なタイミングで言葉を聞き逃すな。ちゃんと聞いてるよ。だったらいつだってタケルの言葉はちゃんと聞いてるよ。嘘を言うな。証明してあげようか。なんだよ。鏡すみかって誰？はい、そういう展開な、うん、僕だってね、気にするんだよ。知らない子の名前気になるんだよ。後ろめたいから動揺するんでしょ。僕の目を見られないのは。違う。いいんだよ、無理しなくて。別に僕は。無理してんのはどっちだ。足震えてんじゃねえか。違うよ。これはタケルのせいなんだから。言ってることがむちゃくちゃだぞお前。ああ待って、俺のせいでも何でもいいから泣きそうになるのやめてくれ。前に言ったろ、そのお前に似てるやつがいるってさ、うん、それでお前がもじもじしてんの見るとこっちも困んだよ。どうして、どうして僕がまだ男の子に見える。男の子というか、なんというか、なんというか、それは違う。ならどうして。お前を女だと思っている俺がいるからに決まってんだろう。いことが女だからだよ。こう言えばわかるだろう。ちゃんと女の子として見ててくれたんだ。そりゃそうだろう。僕ってあんまりそのそういうところないから。そういうところって何でしょう。おっぱいないってことでしょうかね、これ。ああ確かに、その態度がなければ男でもいける。でも無理だ。この瞬間に元の世界に戻ったら、今度は男の御事に俺は何を思うんだろうな。御事のことを思い出してよからぬことを考えたりするのか。それだけは勘弁してくれ。けどそれだけ御事を受け入れてるってことだよな。そんなの南の島に行った時からずっとそうだ。タケルの心臓が鳴ってるよ。ずっとそうですよ、私も。もうあのねえ、あの太もも、足の付け根を舐め太郎されてからずっとそうですよ。高鳴ってますよ。当たり前だ。だんだんタケルの体が温かくなっていくのがわかるよ。生きてるからな。タケル？今度は何だ。タケルの体変なことになってる。タケルの体がたけっている。興奮しないで、ほら寝よ。興奮しますよ。そんな、こんな状態になって興奮しないやつがいるもんか。とにかく御事は女だよ。ちゃんと確かめる方法あるよ。確かめるためには見なければならない。まさか。多分同じこと考えてる。同じこと考えてる。その
何でしょう、この合わせ鏡を合わせるってことですかね、これ。けどさ、僕じゃ嫌かな。そうじゃなくて、いや、このタイミングで都合の悪い言葉を聞き逃すのやめてくれ。いやじゃないんだよ、美琴。推しが強い。僕はそっちじゃないよ。だけどな、いや、強いな、美琴。確かめていいよ。これは初登場じゃないか、これ。ちょっと待ってくださいね、このオートスキップのこのあれが邪魔だわ、この表示が。何を？そうしてくれないと僕は不安なんだよ。僕ってこういう性格だし、僕が本気だってことタケルにちゃんと伝わらないと思うから。そんなことねえよ、本気と冗談の区別くらいつけられる。だったらちゃんと答えて。今じゃないときっともうダメだから。日常に戻ったらきっとまたバカやっちゃうから。ミコトは S ではないだろう。ダメ、 S なやついないよ、基本的に。このマブラブの中にマブラブのマブは、マゾの M じゃないかって思う。僕じゃダメ。手出してねえ。かすかに動く唇から目を離せなくて。この剣使ってもいいんだよ。嘘だよ、そんなことするわけないじゃん。タケルが嫌ならいいんだ。タケルのことを諦めるよ。優子先生やそうかもしれないね、うん、そういう設定。あのな、だけどタケルにちゃんと知ってほしいんだ。何を？タケル？おう。美琴の柔らかい両手が包み込む。そしてそのまま服の中に入ってゆく。美琴、こうしないと確かめられないよ。いや、だからそうじゃなくて、なんで直接？僕、その服の上からだと自信ない。多分わからないと思うんだ。全然ないから。そんなことね、訓練で鍛えてるはずなのにすべすべで柔らかいことはわかってる。それとも嫌かな、やっぱり。違う。だったらどうして顔を背けるの？それはこれ以上は理性が持たねえ。ねえ、間違いなく美琴は美琴だ。美琴は美琴。制服の中に入った俺の手が熱っぽい肌に触れた。大切なものを抱きしめるように俺の手を美琴が包み込む。美琴、ちょっと悪いなと思いながらも、俺は美琴の唇に強く唇を重ねた。美琴ですよ、美琴。美琴とあの、男の、さっきまでさ、男の美琴の使い回しやったんがさ、急に変わったな、これ。これは美琴だわ。これ完全メスになったわ。メスになった美琴が。今更やめるってのはなしだからな。手に少し力を込める。柔らかい、ほっそりしていてすべすべした肌だ。美琴の肌がさらに熱を持ったように思えた。冷えた外気とのギャップで錯覚しているわけじゃない。なぜなら俺の体はさっきよりも熱くなっている。美琴も同じなんだ。美琴は時折くすぐったそうに体を反らせながらも俺に身を向かせてくる。俺たちは動く自然に何度となくキスを重ねていた。もっとしてほしいか、ちょっとしたいたずら心でわざと聞いてみる。そんなことないよ。ならやめる。あ、
ん？なんだ？そんな甘えた声出されたら理性が飛ぶぞ。このね、そうなんですよね。この甘える声がね、やばいんですよ。やっぱりしてほしいよ。ああ、再び手を動かす。毎日訓練してあれだけ鍛えてんのに、それでもどうしてこんなに男の体と違ってどこまでも丸みを帯びて熱くて柔らかいんだろう。ずっと触っていたい気持ちにさせられる。ごめん、痛かった。何してん痛かったって何してんお前。巫女の柔らかさに夢中になってつい力が入っちまった。気持ちよかったんかい。ならもっと触っていい？うん、いいよ。いつも屈託のない笑顔を見せてくれる巫女が頬を赤く染めてうつむいている。いつも絶妙なタイミングで話の腰を折ってくるくせに、今は何も言わず恥ずかしそうに口をつぐんでいる。よし、あの時の俺の動揺を、胸の高鳴りを今お前にも味合わせてやる。そう戦技評価演習の時、あの夜の借りを今返してやるぞ。俺や巫女に何度もキスをした。いいぞ巫女、お前の恥じらう顔をもっと見せてくれ。俺だけが見ることのできるお前の特別な顔をもっと見たいんだ。何をしているんだ、タケル。苦痛を指し示す言葉に手に力がこもりすぎているのを自覚した。しまった、何やってんだ俺は何をやってんだほんまに。悪い。ゆっくりしてくれないと。いや、優しくしてくれたら何でもいいから。何でもいいとはなんだ。それもどうかと思うぞ。ああ、巫女は女の子なんだ。もっと優しくしてやらないと。そういえば、初めての時も触られたいよね。まるで痴漢みたいな言われようだ。あの時は巫女が男か女か分かんなかったからだ。そうなの？こんなこと普通はできないで。でも今は違うからな。巫女に喜んでもらいたいからだぞ。タケルがしたいからじゃないの？建前に決まってんだろ。毒蛇に噛まれた夜に俺から死の不安を取り除いてくれたと同時に、欲望に駆られてしまうのではという不安でいっぱいにしてくれた体が目の前にある。分かってると思うけどな。あの時は本当にヤバかったんだからな。蛇のこと？そうだね。噛まれるなんて思わなかったから。けど毒蛇じゃなかったし。そうじゃない、違う。その後、その夜のことだよ。少しでも体力が残ってたら俺絶対我慢できなかった。嘘。後先考えて動けるかって。欲望が抑えられるほど俺は人間できてね。我慢してたんだぞ俺だってな。でも結局こうなっちゃった。そうね。これって僕にもちょっとは魅力が。今更なことを言おうとする口を唇で塞ぐ。顔を見つめると巫女から催促するような濡れた視線が向けられ、困ったように視線をそらした。こういう時はさすがに何でもないって顔できないんだな。何？いいや、何でも。
かわいいなって、かわいいよね。メスになって、これはこれでまたかわいいな。騙されないから。嘘じゃね、そんな潤んだ目で見られたら嬉しいだろう。そんなこと言うと信じちゃうよ。もっといいか。知らない。話をそらされたことにちょっと拗ねながら赤くなってうつむく。ほんとかわいい。これが俺の前でしか見せない巫女の顔だと思うと背筋がゾクゾクした。巫女を強く抱きしめてそのまま壁に押し付けるようにする。背中に回した腕を抜き、それを頬から首筋、そして両肩へと。その間俺たちはじっと見つめ合ったままだった。俺が何をしようとしているのか巫女には伝わっている。絶対に体が少しこわばっているのがわかる。少しでも安心させてやろうと巫女の手を取り持ち上げようとした。指を絡めれば思いも伝わると思ったからだけど、巫女の腕は上がらない。巫女？嫌なのか。巫女の目がそらされる。一瞬それは皇帝のように見えたが、首がわずかに触れていた。じゃあなんでそこで不安そうな顔すんだ。やっぱやめるか。ダメ。だけど。タケル、僕はタケルのことが好き。ミコト。タケルは？ミコト、あれやん。こんながっつり聞いてきたミコトだけじゃないか。そうかそうだよな。俺まだ何も言ってねえじゃん。違うんだ、こうじゃないんだ、これじゃダメなんだ。ミコトは不安なんだ。その不安を殺してまで俺を求めてくれてるっていうのに、俺はただそれに甘えているだけじゃないか。足りないよ、このままじゃダメだ。タケル、俺はまだ。ミコト、まただ、愛してるを言う、愛してると言ってくれ。俺の心の中であやふやだったものが今はっきりとした形になった。愛してるよ。タケル、嬉しい。もう確信した。男でもいけると確信した。俺はこの女を愛している。愛する女を不安な気持ちにさせたまま抱くわけにはいかない。タケル、嬉しいよ。ミコト可愛いよね。あのミコトですよ、やっぱり。もうあのあやみねじゃないよ、ミコトだ。もうダントツミコト推しですね。指が絡むひんやりとしたミコトの指、俺の熱さとミコトの冷たさを中和するように柔らかなぬくもりに包まれていく。この世界で生きていく意味を見つけてしまうことが怖かった。あっちの世界に帰れなくなってしまうことが怖かった。でもお前さえそばにいてくれたら、この狂った世界で生きていける。あのさ、今更だけど、こんなとこでごめんな。どんな、どういうこと？誰が来たら大変だから、そのあんまり声出すなよ。バカ。ハンガーでやってもうてますのこの人ら。だから声出すなって。どういうこと？あいつ戻ってこねえな。着替えたいからとか言って部屋に戻ってそのまんま寝てるんじゃねえだろうな。お待たせ。部屋に戻れよ。じゃあなんどこでドライしてんこいつら。遅いぞ。女の子の着替えは時間がかかるから。またこの男の巫女顔に戻っちゃったな、メスじゃなくて。まあまあこれはこれでね、いいんですよ。どっちも可愛い。
は別になんともなってなかったし、上着はなんともなってないけど下着がダメってことだよね。スカートの裾を押さえて抗議する姿はすっかり女の子だな。それさっきまでのことで分かってるけど、もうそのいたしたんなら女の子でやることは紛れもなく分かってるってことね。隣に並ぶと肩に体を預けてくる。なんだよ。なんでもないよ。なんだそれ。いいじゃん。抱きしめるぞ。そんなこと聞く？抱きしめるぞ。うん、いいよ。うん。この感じってきっと幸せって言っていいもんなんだろうな。これでいいんだろうな。ここでこの世界で生きても、このことを御事に言っても理解はしてくれないだろう。あっちの世界に帰ることができるのかどうか何にも分かんないし、何の確証もない。そもそもあっちの世界なんて今じゃ存在するのかも分かんない。俺の心の中しかないのかもしれないし、少なくともこの世界が夢じゃないことも分かってる。思いつきでクリスマスパーティーを計画して、プレゼントがきっかけでみんなの気持ちを知った。そのまた偶然で俺と御事のプレゼントがお互いに当たって、それがまた聞けるかなと。つい数時間前まで御事が俺のことをどうこう思ってるなんて考えてもいなかった。シト君は何、よく抱きしめるぞって言うの？何、ワンちゃんにですか？いろいろあったけど、ちょっと訳ありの仲間以上でも以下でもなかった。それがたとえ向こうへ帰る方法が分かったとしても、これで簡単には帰れなくなった。気持ちははっきりしまった。また順番が逆、確信した。女がきっかけなんてちょっと情けないかもしれないけど、まあ結果オーライだな。どうしたの？ん？どこに何も？ちゃんと言ってほしいな。女にです。抱きしめるぞって言うの？それはダメで、それダメだろ。それダメだと思うよ。さっきの見事すごかったなって思い出してたんだ。だってあれはそのつまりね、やっぱり嫌だったかな。誰に言うのよ、よくんで抱きしめるぞって、彼女以外に。みことくんはちょっと乱れちゃったのかな。しとくんの愛しのルビーちゃんに抱きしめるぞって言ってた。いや、そんなに冗談風にですか。そんなん言ってたら抱きしめちゃうぞみたいな電話で。ああ、それはまあどうでもいいわ。もうそれどうでもいいわ。面と向かってないんだったらどうでもいいわ。はい、そんなことよりも俺は御事の乱れ具合の方が気になるわ。なんていうかあれだな、お前のそういう態度って何？まずいなって思う。どういうこと？僕何か変？いや、なんていうか手出したくなる。手を出したくなる。え？何言わすんだ。僕のせいじゃないよ。出してもいいよ。出してもいい。出すぞ。やめておこう。やめておけ。もうどんどんそっちの方向に振るのをやめておけ。裏でキモいって言われていた。え？抱きしめるぞが。もうちょっと悲しくなる。ちょっと悲しくなる情報ここに投下せんといてくれ。うん。とりあえずそれは封印した方がいい今後。うん。いつでもいいよ。こんなね、世の中こんな御事みたいな子いないから、一人もいないから。バカ。タケルのためならバカになるよ。マヤ元からだろ。あ、ひどいな。そんな僕を愛しちゃってるくせに。愛しちゃってるんですよね、これ。ごめん、残念ながら愛しちゃってるんですよ。
違う。みんなに言わないとな。なんか恥ずかしいね。そこまで鈍感じゃねえだろうからほっとけば気づくだろうけど。こっちから言い出した方が被害は少ないと思うよ。被害で、俺もそう思う。後悔してる？してないよ。本当に？なんだ信用ないな。証明できる？してやろうか。して。わかっただろ？もうちょっとすればわかるかも。なんだこいつらは。バカップルにも程がある。207小隊所属の全訓練兵にすぐ至急7号教室で集合せよ。繰り返す。207小隊所属の全訓練兵にすぐ至急7号教室。こんなね、求めてほしいね、ミコちゃんに。みんなまたか。タケル、心当たりはある？いや。ねえ、なんか嫌な感じしない？だって教官も誰もいないよ。ね。何もないよね。大丈夫だ。うん。何事だ？いや、わかんねえ。教官はまだ？まだだね。場所はここで合ってる。どうして誰も来ないんだろう。ゲレ。就寝中のところ悪かったな。悪かったな。ちょっと飛ばすわ。ちょっと若元ボイスを聞こうか。ちょっとだけ。基地司令官。諸君らがパーティーを開いていると聞いてな。終わった頃を見計らっていたつもりだったのだが。若元さんもこうきちんと普通に喋れるんよね。主君らがパーティーを開いていると聞いてな、じゃなくてな。はい、スキップしまーす。はい、2年後になりました。2年後だよね。3年後じゃなくて、1年後じゃなくて、多分2年後だと思いますね。なんでしょう。地球を脱出する船が、明日最終便が出るというところまで来ましてですね、ミコト。タケル、いよいよ明日が最後の打ち上げだね。そうだね。ここだけとか。十数万人しか救えなかったけどな。もうそのことは言わない約束だよ。明日の駆逐艦が飛び立てば、それで終わりだね。ね。僕たちの警護任務もひとまず終了だ。他の基地じゃ反対派のテロなんかもあるって言うけど。今まで何もなくてよかったね。最後だからって気抜くなよ。分かってるってば。タケル、どうしたの？なんか元気ないよ。どうか？やだな。もしかして明日が最後だからってしみりしちゃってるとか？いや別に。気持ちは分かるよ。今の任務が終われば今度は戦場だからね。僕たちも。ミコト。何？真面目な顔して。これをポケットの中で俺の指にもてあそばれていたものを取り出して、汗ばんだ手で取り出した。それを見たミコトの目が大きく見開かれた。それって駆逐艦の搭乗 ID。 そうだ、持ってるんだ。ああそうか、タケルは選ばれてたんだね。ああやっぱりタケルは特別だったね。よかった。心底安心したような顔。自分は残ってどうなるかということより俺の安全を喜んでくれんのか。ミコト、俺はお前と一緒にいてよかったよ。だから分かってくれるよな。俺の気持ち分かってくれるよな。これはお前のだね。明日お前は駆逐艦に乗って宇宙に行け。ミコトは差し出したカードを凝視する。それどういう意味？どういう意味もない、そのままだ。お前は生きるんだ。駆
駆逐艦は俺たちが守る。その後の地球も俺たちが守る。受け取れ。嫌だよ。ミコト、そんなふざけたこと言わないでよ。僕がそんなもの欲しいと思うの？タケル、何も分かってない。それにその ID はタケルのだよ。 ID の書き換えとリストの操作は済んでいる。あとは乗るだけにしてある。神宮寺少佐とちょくちょく会っていたのってこれだったんだね。マリモちゃんだけじゃない、タイのみんなの気持ちでもあるんだ。みんなの？そうだ、あいつらにはこのことを話してある。そんなの。だからどうして僕には言ってくれなかったの？言ったら今みたいに反対しただろう。当たり前だよ。タケルは勝手すぎるよ。僕は巫女に隊長命令なんて押し付けたくないんだ。その命令には従えないよ。巫女、今さら離れ離れになるなんて考えたくない。僕だけ生き残るなんて考えたくない。それならタケルが生きてよ。そのつもりはない。どうして？だったらなんで僕に生きろなんて言うんだよ。ミコトのことが大切だからに決まってんだろう。ずるよ、こんな時にそんなこと。だけどその気持ちがあるなら僕の気持ちもわかるでしょ。タケルは僕にとって大切な人なんだ。その人のためになら戦える。だからミコト、駆逐艦に乗れ。それで宇宙に出ろ。命令だ。タケル、命令だ。その命令は聞けません。鎧、少尉、聞けません。少尉、こんなことさせないで。鎧、少尉、副将、こんな時に上官権限なんか卑怯だよ。やめてよ。僕はね、死ぬのは怖くないよ。みんなのためにやるべきことを果たすだけだよ。地球を旅立つ人たちに全てを託しているから。その人たちが人類の未来を切り開いてくれるって信じているから。それがタケルのためならどれだけ幸せなことか。だからタケルが生きて。本当はタケルと離れるのは嫌だよ。ミコト、聞くんだ。俺だって同じだ。目の前からミコトがいなくなるのは我慢できない。だったら。でも苦しみから逃げたらダメなんだ。それはタケルだって同じだよ。教えてよタケル、どうして僕だけなの？みんなを救えないならせめて俺の代わりに。どうして？地球に残ればあとは死を待つしかない。分かってるよ。そんな決まった終わり方我慢できないんだ。覚悟ならあるよ。そのツッコミは書き換えてるから無理。今からまた書き換えが可能かもしれないやん。それを生きる覚悟に変えることはできないか。タケル、俺は死ぬのが怖い。巫女を失うのも見事。タケルがいないところに行くなんて、いつでも散る覚悟はできてたのに、いつの間にか怖くなってたんだ。死ぬのが怖いんじゃないよ。タケルがいなくなるのが嫌なんだ。僕は残って戦う。タケルを見送って最後まで戦う。見事、たとえ離れてもタケルが生きていれば僕は戦えるよ。お願いだよタケル、明日駆逐艦に乗って。
や、ダメだ。お前は生きてくれ。みこと。どちらからともなく体を寄せ合い、お互いをきつく抱きしめた。柔らかくてあったかい。これがみことの香りだ。この両腕に収まっている大きさがみことなんだ。この胸にかかっている重さがみことなんだ。伝わってくるこの鼓動がみことなんだ。みこと、嫌だよ。俺だって離れたくない。抱きしめる腕に思わず力が入る。でも、たとえ俺のそばにいなくても、お前はせめてお前だけでも生きていてほしいんだよ。これがタケルの答えなの。生きてくれ、タケル。俺がこの世界で生きたその証を、証をな、宿して残してくれ。証、それができるのは御事だけだ。ひどいよ、タケル。死ぬのも生きるのも勇気なら、俺は生きてほしいと願う。僕にだけ。ごめん、残酷なことを言ってる。でもみんなを助けることができないなら、せめてお前にだけは生きていてほしい。乗るよ。みこと。だって大切な大切なタケルの願いだもん。みんなの気持ちだもん。タケル。ごめんな。許さないから。ありがとう、みこと。胸の中で何度もうなずくみこと。できることなら一緒にいたい。俺だって離れたいわけじゃないんだ。この柔らかさを、このぬくもりを、この香りを、この大きさを、この重さを、この鼓動を、俺だってずっとそばで感じていたいんだ。タケル、タケル。みこと、準備できたか？うん、準備って言っても何もないけどね。お前は身一つのやつだもんな。荷物持つよ。ありがとう。こんだけで宇宙旅行かよ。まあ、なんとかなるよ。ねえねえ。うん？さっき部屋に何しに行ったの？すぐ戻るって言ったくせに全然戻ってこないんだもん。ああ、悪い。手紙を書いてた。え？誰に？親しかった人たちにだ。届くとは思ってないけどさ。みことを見送ったら大陸での反抗作戦も始まるしな。それって遺書じゃないぞ。つうか正直よくわからんけど、どっちかっていうと帰ってくるための手紙かもしんない。帰ってくるための？恥ずかしいからとっとと買って帰って捨てなくちゃって感じ。なるほどね。タケル文才ないもんね。あー、そりゃないだろう。そう？自信はないけど悪くはないはずだよ。そうか。まだまだ僕の知らないタケルがいっぱいそうだね。これからたくさん知っていけるはずだったのに。みこと？ごめん、未練とかそんなつもりじゃないんだ。いや、分かってるよ。けど知らないところがあるのはお互い様だ。そうかな。僕は全部タケルに見せてるよ。まあ最初から容赦なかったからな、お前のその性格は。あー、なんかひどいこと言ってる。初
初めて会った時からめちゃくちゃ慣れ慣れしかったしな。かしこまるの苦手なんだ。宇宙船の中ではおとなしくしてろよ。頑張るよ。あとは男に間違われないようにしろ。え？お前の場合ありえそうで怖い。いつか言ってた知り合いの男の人に似てるって話？ああそうだ。大丈夫大丈夫、僕胸も少し大きくなったし。ほら、いちいち胸を張るな。だってすげえ微妙だぞ。大きくなったのかな。タケルに揉まれたおかげだね。バカだねこの人たちは。感謝しろよ。触ればちゃんと女だってわかるよ。誤解されるたびにいちいち触らせる気か。あ、そっか。バカ。まあ、そういうお前だから心配してないよ。え？順応性高いのがお前のいいとこだからな。うん。覚悟決めたら僕は強いんだ。その調子で何でも前向きに考えて楽しい人生生きてくれよな。タケルもね、幸せも喜びもどんな状況でだって生まれるってことを忘れないで。わかった。うん、それでこそタケル。さて PX 行きはみんな待ってんぞ。さすがに緊張するね。なんか一人で逃げるみたいで。そう言うなよ。俺も最初はあいつら誰か行かせようとしたんだからさ。そうだけど。一人ずつ呼び出して話したんだよな。うん。そしたらあいつを示し合わせたように、俺が行かないならお前を行かせるべきだって怒りやがってよ。みんな、お前にはギリギリまで絶対言うなって。さすがみんな分かってるな。ありがとうみんな。で食堂に来ると誰もいない。誰もいねえじゃん。あれ？まあ仕方ないかな。はいはい、いいよ無理もないから。みんなどうしていいかわからないんだと思う。仕方ないよね。そんなはずないんですよ。違うて。タケルさん、はい、知ってます。ヤシロだ。どうした？ごめんなさい、今ヤシロさんを探してるの。ああどこにもいないんだって。駆逐艦に乗ることになってるらしいのに。はい。タケルさん、ヤシロさんと仲いいよね。見当つかない？つきます。あの部屋だ。あのフロアにはもはや俺しか行けない。タマは全員呼び戻してくれ。え、心当たり教えてくれればあとは私たちが。無理です。19回 S4 レベルは無理です。 S4 レベルってタケルさん、今はそんなこと話してる時じゃない。お前全員呼び戻してくれって仲間との最後の別れだからな。けど、いいんだよミキさん。だけどこれでお別れになっちゃうかもしれないよ。打ち上げの時間が。それでいいんだ。鎧さん、タケルってさ、その時その場で何が大切なのかよく分かってる人だよね。うん、そうだけど。駆逐艦が落ちてきた日、不安に押しつぶされそうになっていたミキさんをタケルが探しに行った時と同じだよ。この人はそういう人なんだ。うん、だからミキさんもこの人のことを。そうだね、鎧さんの言う通りだね。うん、私すぐにみんなを呼んでくるから。ヤシロさんを頼みます。はいはい。ほらボケーっとしてちゃダメだよ。はい、行ってきますよ。あと15分くらいならここにいられるから。もう15分では帰ってこれないんだけどな。いいこと。だからお別れの挨拶は取っておくよ。
ミコトとのこれが別れですね。わかった。さあ、早くカスミさんを連れて行ってあげて。ミコトまたな。あ、行ってくる。うん、行ってらっしゃい。さあ、飛ばしましょう。ブラッと飛ばし。はい、さようなら。ヤシロ。ヤシロ、さようなら。ここからは私が、激震がすぐ出られるから。じゃあ、お別れだ。かすみ、バイバイ。人参食えよ。バイ、バイ。バイバイ。タケル。ミコトは？ミコト、なんつって。25分経った。はい。待つように言ったのだがな。約束は約束だって。時間通りに行っちゃった。行っちゃいました。そうか。あ、激震で追いかければまだ。いや、いいんだ。それより。え？ミコトは泣いてたか？うん、笑ってた。そうか。ならいい。笑って言ってくれたんだったらそれでいい。タケル、心配すんな。別れはたっぷり済ませてあるよ。これ以上は未練って言うんだ。あいつの笑顔をみんな覚えてくれたか。なんだかどこかに旅行に行くような感じだったよね。ああ、自然で気軽でいつもの笑顔であった。鎧は強いね。ありがとう、みんな。さあ、俺たちも急ごう。もうすぐ時間だ。了解。夢を見たかな、これ。夢を見た。平和の意味を知らず、もうすぐ夢が終わる。無邪気に暮らしている人々の夢を、夢を見た。命を危険にさらしたんだ。もうすぐだ。あと2回だ。夢は守るべきもののために生きる人々の夢を。夢と現実の境界は、夢の終わりは近い。目覚めた時に見えたものをどう感じるかだけだ。それを区別できるのは神様だけなんだろう。だけど俺には何かができたんじゃないかと思う。この世界に俺が来た意味はそこにあったんじゃないかと思う。これが避けられぬ運命だったのだ。この世界で俺という存在は何だったのか。悲しい別れも、人類の運命も、そして自分の運命も、俺には変えられたんじゃないかと思う。守るべきものを本当に守りたいという強い意志が最初からあったなら、俺には誰にもできないことができたのかもしれない。そう思う。だからせめてこれから生きて、生き延びて、全てを守ろうと思う。誰もが諦めたこの星を守り抜きたい。そう思う。残された人々を、残された思い出を、そして愛する人を、命をかけて守る。俺は何かができるはずだ。その力があるはずだ。人類は負けない。絶対に負けない。俺がいるから。俺がいるから。
ようなら。さようなら。タケル。ミコト。もうあれだわ、マブラブのあとまあエンディング若干ちょっと残してますけど、ほぼほぼ全部もう分かった、ミコトとの別れまで済ましたから。なるほどね。なんというボリュームだこれな。しかもこれあれですもんね、全範囲にわたってこれ基本的に配信全部フルオープンで OK にしてくれてるからね。これ普通なんかね、こういうエロゲとかこういうなんかノベル的なゲームって配信できないの多いけどね。あれですわ、古いゲームやしな、今となってはそれをすることが多分プラスになるからね、してくれてるんでしょうけど、歌詞は覚えてないけどメロディーは覚え始めたな、これ曲。ついに俺これ孤独な戦いに入ったかな。まあ頑張ろうか。まああとちょっとなんでね、全然戦える。エンドと優子先生のエンドだけが当てあるのかな。5時間ぐらいで終わると言われて今、まあ、6時間40分ね、まあ、7時間ぐらいか、7時間ちょいかかるかな、倍やな。愛の結晶、こんな感じだよ。ママ、何見てるの？うん、あそこに明るい星があるの、わかるかな？うん、わかるよ。ここからじゃ見えないけど、あのすぐ近くにね、
地球っていう星があるの。地球？うん、そうだよ。この星でみんなが幸せに暮らしていけるのはパパたちが地球で頑張ってくれているからなんだよ。パパいつ帰ってくるの？そうだな、君がもっと大きくなってからかな。パパそれまで頑張ってるの？うん、君やママみんなのためにずっとずっと頑張ってくれてるんだよ。パパ頑張って。パパ頑張って。パパ。なるほどね、やっぱ巫女ですね。巫女ですわ。巫女です。はい、これで巫女を見届けました。